宇宙に真空は存在するのか。アマチュア天文家が星や銀河が密集している地域に望遠鏡を向ける傾向があるように、天体物理学者や科学者は宇宙空間の空洞の問題に取り組むのが遅かった。実際魅力的な問題ではあるが、最近まで宇宙空間の空洞についてはほとんど研究されていなかった。その代わり研究者たちは星、惑星、銀河、そして宇宙におけるそれらの相互作用を理解することに集中していた。とはいえ宇宙の空洞の問題は皆さんが思っているほど単純ではない。実際答えは非常に複雑である。まず最初に空虚について語るとき、この空虚という概念にはいくつかの解釈があることを知っておく必要がある。つまり空虚にはいくつかの形がある。絶対的な真空があり、それはおそらく存在しないが、それについては後で触れる。しかし観測可能な宇宙の体積のほぼ 90% を占める空間の真空もある。宇宙の真空そのものは、例えば銀河の真空か恒星間の真空かによって異なる。つまり宇宙空間には空洞が存在するが、その形は様々なのだ。どうして宇宙に真空が存在するのかとあなたは尋ねるかもしれない。実際真空は私たちの周りに存在する。真空は宇宙の偉大な構造を支えているのだ。宇宙原理は宇宙は均質で等方的であると述べている。つまりどこに立って観測しても、どの方向を見ても宇宙は同じなのだ。しかしスケールを小さくするとこの原理は崩れる。よく見ると宇宙は大きな構造でできているように見える。天の川のような銀河は銀河団や超銀河団にまとまっている。例えば我々の銀河団である局部銀河団や、局部銀河団と乙女座銀河団のような他の銀河団をまとめた乙女座銀河団などである。これらの銀河団や超銀河団が集まって大きなフィラメントを形成し、それが宇宙の空洞の輪郭を区切っている。これらの宇宙の空洞は銀河の密度が非常に低い巨大な空間である。これまで見てきたように宇宙空洞は観測可能な宇宙の体積の 90% を占めている。空洞の大きさは様々です。非常に小さなボイドゾーンもあれば、宇宙のスケールから見ると比較的小さなボイドゾーンもある。これらの巨大なボイドゾーンはスーパーボイドとして知られている。これらの巨大なボイドゾーンはどこから来るのか、何からできているのか、どのように形成され、どのように進化しているのか。スーパーボイドには多くの謎が隠されており、科学者がすでに解明したものもあれば、まだ解明されていないものもある。旅人の皆さん、ようこそ。今日はスーパーボイドを発見するために
宇宙を旅します。でも次の冒険に出発する前に、この動画をいいねして見逃さないようにチャンネル登録しておいてください。ありがとうございました。そして宇宙の巨大なボイドのすべての謎を発見するために、すぐに離陸するためにシートベルトを締めてください。この旅は最も有名な超巨大空洞から始めます。地球から約7億光年離れたブービエ座にあります。あなたが見ているのはこのスーパーボイドの一つで、数億光年の幅を持つ巨大な空洞が宇宙のあちこちにある。その名はブービエ空洞。半径1億6500万光年のブービエボイドは、基地のボイドの中でも最大級のものである大空洞とも呼ばれている。ブービエ空洞の幅は3億3000万光年以上あるが、銀河は60個ほどしかない。しかしそのような空洞には通常何万もの銀河があるはずだ。結局のところこの60個ほどの銀河は乙女座超銀河団の 2.5 倍の大きさの空間に広がっているのだ。言うまでもなく、これらの少数の銀河は非常に離れており、したがって非常に孤立している。アメリカの天文学者グレッグ・オルダリングによれば、もし天の川銀河がブービエ空洞の中心にあったとしたら、1960年代になるまで他の銀河の存在を知ることはなかっただろう。この超空洞は1981年、アメリカの天文学者ロバート・カーシュナーとそのチームによって銀河の赤方変異の調査中に発見された。天文学者はブービエ星座に位置する宇宙空間に奇妙な異常を発見した。彼は自分の目を疑った。信じられないかもしれないが、この宇宙の領域には何もないように見えたのだ。この超空洞はブービエ星座にちなんでブービエボイドと名付けられた。その後間もなく、この空虚な領域に銀河が発見された。1987年までに8つの銀河が発見された。翌年にはさらに3つの銀河が発見された。1990年代の終わりにブービエボイドにはわずか60個の銀河しか存在しないと考えられていた。それでも相対的に見れば奇妙なほど何もない領域である。天体物理学者たちはこの異変の説明をすぐに求めた。この超真空を説明するために提唱された理論の中で特に科学界の注目を集めたものがある。超空洞はシャボン玉が合体して大きな空洞を形成するように、実際には小さな空洞が集合して形成されているとしたらどうだろう。この説は確認されたことはない。実際スーパーボイドの形成について、この説が正しい説明であると信じる科学者はほとんどいない。それはともかく、ブービエ空洞は最もよく知られたスーパーバキュームとなった。
この人気の理由の一つは、これまでに発見された中で最も孤立した渦巻き銀河があることだ。ハッブルによって観測されたこの銀河は MCG+01-02-015 と呼ばれている。魚座にあるブービエ空洞はブービエ座にあるが、空洞の一部は魚座にある。 MCG+01-02-015 銀河はこのボイドの中心、2つの星座の境界に位置している。そしてその周囲には、科学者がどの方向から観測しても1億光年の間銀河は確認されていない。2023年9月、銀河の泡と形容される驚くべき構造が発見され、ブービエ空洞は再びニュースとなった。この銀河の泡は、画像上ではブービエ銀河の超銀河団を核とする球形の殻のように見え、その周囲を大ブービエボイドが取り囲み、他の超銀河団やグレートスローンウォールのような銀河フィラメントが覆っている。この構造は巨大で、その大きさは10億光年、つまり我々の銀河系の1万倍になると見積もられている。アストロフィジカルジャーナル誌に掲載された研究によると、その起源は宇宙の太古、およそ138億年前に遡る。この印象的な構造は、天の川銀河から8億2000万光年離れた天文学者が金宇宙と呼ぶ場所に位置している。ハワイ語で目覚めのささやきを意味するホーレイラナと命名された。この名前は研究の第一人者であるホノルルの天文研究所のアメリカ人天体物理学者リチャード・ブレント・タリーによって付けられた。タリーは2014年にもハワイ語で広大な空を意味するラニアケアとして知られるようになった銀河大陸の大発見を手がけている。この発見は後にノーベル物理学賞を受賞したアメリカの宇宙学者ジム・ピーブルズによって1970年に記述された現象を検証するものであり、非常に長い科学的プロセスの一部である。彼は当時、粒子と光のプラズマで構成されていた原始宇宙を支配していたプロセスが音響波を発生させ、その振動が物質を中心とした泡を作り出したと仮定した。このプロセスはビッグバンの38万年後に中断され、気泡の形が凍りついた。その後、宇宙の膨張によって気泡が誕生した。バリオン音響振動として知られるこの現象はまだ直接証明されていなかった。2005年には銀河カタログの統計解析によって間接的にこの現象の存在が証明されていたが、銀河の泡が直接観測されたのは今回が初めてである。この発見はジム・ピーブルズの定説を検証するだけでなく、ハッブル定数の値を調整するのに役立った。この定数は宇宙の膨張率を計算するために使われるため、宇宙論において非常に重要である。ハッブル定数は宇宙の膨張速度を計算するために使われるため、宇宙論において非常に重要な定数であるが、その値は
近傍の宇宙で測られるのか、遠方の宇宙で測られるのかによって異なり、問題を複雑にしている。ホーレイラナの発見は、最初の値、つまり近い宇宙で宇宙の膨張を測定するために適用される値を確認するものである。この最初の銀河の泡の発見は、天体物理学の新しい章を開くものである。2023年7月に打ち上げられるヨーロッパの宇宙望遠鏡ユークリッドや、南アフリカの大型電波望遠鏡 SKA のような新しい観測機器は、宇宙の膨張のより良い理解に貢献し、おそらくホーレイラナのような新しい銀河の泡の発見にもつながるだろう。ブービエボイドは最初に発見されたボイドではない。実は最初の宇宙のボイドは1978年にアリゾナ州にあるアメリカのキットピーク天文台の二人の天文学者、スティーブン・グレゴリーとレアード・トンプソンによって発見された。今日、ボイドゾーンはとても明白に思えるのに、なぜもっと早く発見されなかったのかと不思議に思うかもしれない。それは単純に、ボイドを発見するには、まずボイドが存在する空間をマッピングする必要があるからだ。なぜならボイドは何よりもまずその境界線によって定義されるからだ。境界線とはボイドの周りに集まった銀河団によって形成されたフィラメントのことである。そのためボイドを検出するためにはまず空の地図を作る必要があった。そのためにはまず銀河のカタログを作る必要があった。一旦このカタログが確立されれば、アルゴリズムによってボイドを分離して数えることができる。例えば2009年から2014年にかけて実施された100万個の銀河を対象とした一つの調査、 SDSS3 スローンデジタルスカイサーベイ3から数百個のボイドが検出された。天空をマッピングすることで天体物理学者は宇宙の空洞、つまり銀河がないように見える領域を浮き彫りにすることができた。こうして発見された空洞の大きさは様々だが、どれもかなり巨大である。その大きさは10万から20万光年しかない我々の天の川銀河の10倍である。最初のボイドが発見された1970年代後半には、宇宙論的モデルは現在とは異なっていたことを忘れてはならない。銀河分布の調査もまだほとんど行われていなかった。さらに銀河が均質に分布しているのか、それとも組織化された構造になっているのか、まだ分かっていなかった。銀河の空間的な構造について、初めて科学者が証拠を得たのは、銀河の系統的な調査が初めて行われた時であり、それに伴ってボイドゾーンの存在についても初めて証拠が得られた。20世紀末の宇宙空洞の発見は、現在の宇宙論モデルを確立する上で大きな前進となった。しかし、この神秘的なボイドの研究はまだ初期段階にあった。そして今日、我々の宇宙におけるボイドの発見によって提起された謎は解決には程遠い。
70年代末、天文物理学者たちは銀河の空間構造の発見がさらに複雑な問題を引き起こすとは考えもせずに、自分たちが正国を置いていると考えていた。最初の銀河サーベイによって明らかにされたもの、つまり宇宙の空洞を取り囲む銀河のフィラメントからなるこの構造は、現在私たちが宇宙の網と呼んでいるものだ。この宇宙の画像を見てください。ここから見ると大きな雲の巣のように見えませんか？銀河団によって形成されたフィラメントが雲の巣であり、隙間が雲の巣の穴なのだ。いずれにせよ、科学者たちはこのイメージが示唆に富むものであることを確認し、今では宇宙における銀河と空洞の空間構造を示す用語として使われている。雲の巣のように穴や空洞はあらゆる方向、あらゆる場所にある。つまり私たちの宇宙は空洞だらけなのだ。どこを見ても空洞だらけなのだ。驚くだろうか。ハッブル望遠鏡のような二次元の望遠鏡が撮影した写真では誤解を招く可能性があることを、ダイナミックあるいは三次元の宇宙マッピングが教えてくれたのだ。ハッブル望遠鏡のデータから再構成された空の画像を見てみよう。星や銀河である複数の光の点に見えるが、この画像では銀河と銀河の間の距離はわからない。これらの銀河は全て平面上にあるかのような印象を受けるかもしれない。しかし実際には明るい点の多くは全景にあり、残りは全景の天体から数億年離れた光景にある。また点々が光って見えるのは、その中に全景のものより明るく輝く遠くの星や銀河があるからだ。何が言いたいかわかりますか？なぜなら銀河が三次元的にどのように分布しているのかがわからないからだ。前世紀末に発見されるまでは、天文学者は全ての銀河が宇宙全体に一様に分布していると信じていた。しかし最近になって重力と宇宙の膨張の影響を受けながら、銀河が星団や超星団に凝集し、広大な宇宙のタペストリーのような形になっていることが分かった。この宇宙のタペストリーは、物質が豊富な空間と物質がほとんどない空間、つまり空洞、大空洞、超空洞で構成されている。ブービエの大空洞は数ある空洞のうちの一つに過ぎない。70年代後半から他にも何千ものボイドがカタログ化されている。実際ボイドの数は物質が豊富なゾーンの数よりも多い。観測可能な宇宙の体積の 90% は空洞でできている。宇宙網の形状を定義し小を実行するのはボイドです。しかし旅を続ける前に少し立ち止まって、ボイドとは何を意味するのかを明確にしておこう。私たちの広大な宇宙光の穴に相当する宇宙の真空は絶対的な真空なのだろうか。絶対的な真空とは物質が存在しないことである。量子も何もない空間だ。無なのだ。真空は
必ずしも何も見えない空間ではないことも覚えておこう。例えば空気。手を素早く動かしてみると、空気の粒子が空気の中を移動するときに手に触れるのを感じることができる。空気は空っぽではない。肉眼では見えないが、確実に存在する粒子が含まれているのだ。実際、私たちは息を吸うとき、何十億もの分子を吸い込んでいる。何も見えないからといって、その仲間が空っぽだということにはならない。では、絶対的な真空というものは存在するのだろうか。地球上ではそうではないようだ。大気圧がある限り、物質と粒子は存在する。しかし、地球上では全てが大気圧と万有引力の影響を受けている。宇宙空間はどうだろう。成層圏を超えると、大気圧はほとんど存在しない。実際、人間には知覚できないほど低い。しかし、大気圧が存在することに変わりはなく、私たちの科学機器はそれを測定することができる。宇宙飛行士が国際宇宙ステーションを離れるとき、周囲に空気の粒子があるとは感じない。しかし、存在するのだ。国際宇宙ステーションは大気によって微小な抵抗を受けるほどの速さで地球を周回しているため、軌道を維持するために3ヶ月ごとに軌道を再調整しなければならない。成層圏の向こうに何かがある証拠だ。フランス国立科学研究センター CNRS の最近の研究によると、大気は高度63万キロメートルまで測定可能だという。月が私たちから35万6千キロから40万6千キロの間にあることを考えると、驚異的な距離である。つまり、月の軌道にはまだ地球の大気の水素原子が残っているのだ。原子が存在する限り、真空は存在しない。しかし、宇宙物理学者は宇宙空間を真空と呼ぶ。絶対真空と宇宙の真空を区別することは重要である。成層圏を超えると圧力は非常に小さくなるので、宇宙の真空ということができる。真空は絶対的なものではないが、相対的なものである。地球との関係では、大気圏を超えた空間は何もないように見える。相対的な真空とはどういう意味かをよりよく理解するために、いくつかの数字を見てみよう。 CNRS によれば、高度6万キロメートルの原子密度は1立方センチメートルあたり70個である。地球上には1立方センチメートルあたり530億個の分子があり、原子の数はその2倍である。それでも、いわゆる惑星間真空の原子密度よりは高い。一般論として、海抜が高くなるほど空気は薄くなり、原子密度は低くなる。高度10キロメートルでは海面と比較して4分の1になる。星間物質では原子密度は1立方センチメートルあたり1原子まで低下し、銀河間物質では1立方メートルあたり10原子以下にまで低下する。それにもかかわらず、これらの銀河間環境は密度が低いとはいえ、
宇宙の質量の約半分を含んでいると言われている。宇宙空間にはいくつかの種類がある。例えば星間空間は銀河間空間の10万倍の密度がある。しかし国際宇宙ステーションの高度400km の原子密度と月の軌道レベルの原子密度、さらには銀河間空間の原子密度の違いを人間である私たちは知覚することができない。私たちにとっては真空なのだ。それでも絶対真空ではない。相対的な真空なのだ。これらの空間は私たちが住んでいる空間よりも密度が低いので、私たちには何もないように見える。絶対的な真空を見つけることの難しさを理解するためにもう一つ例を挙げてみよう。1654年5月8日、マグデブルクのブロゴマスターオットー・フォン・ゲーリッケが行った有名な科学実験である。この実験は皇帝フェルディナント3世を完全に困惑させただけでなく、真空を用いた最初の科学実験の一つであったため今でも有名である。ドイツの科学者は2つの半球を互い違いに並べて完全な球を作り、その半球に2本のロープを取り付け、15頭の馬からなる2つのチームにつないだ。馬は2つの半球を地面から持ち上げようと馬車を引っ張ったが、決して成功しなかった。それでもこの半球は瞬間接着剤で接着されたわけではない。実はオットー・フォン・ゲーリケはバルブシステムによって球体から空気を抜き、理論的には空っぽの球体の外側と内側の圧力差によって2つの半球を接着させていたのだ。2つの半球を地面から離すには単にバルブを開くか 2.5 トンに相当する質量のアクションを起こせばよかったのだ。この実験は人工的に真空を作り出し、その特性を観察した最初の実験の一つである。ろうそくの実験に似ているが、これは家庭でも繰り返すことができる。グラスの中にろうそくを入れ、その上に2つ目のグラスを逆さまに置く。酸素がすべてなくなると2つのグラスはくっつく。ではこの2つのケースでは絶対真空の話をしているのだろうか。いや、そうではない。むしろ例えば国際宇宙ステーションの高度にあるような真空のことだ。もし絶対真空なら2つの半球や2つのグラスを分離するのに必要な力は無限大になる。地球上でも宇宙でも絶対真空は不可能なのだろうか。理論が教えてくれることを見てみよう。物質の完全な真空を得ることに成功した立方体を想像してみよう。このような真空状態を維持するためにはいくつかのことが必要である。第一に、立方体の壁は全スペクトルの電磁波に対して完全に不透明でなければならない。第2に、立方体の壁は熱を発生させたり伝えたりしてはならない。これによりいかなる物質も立方体に入り込むことができない。原子も光子もない立方体を想像してみよう。これは絶対真空だろうか。まだそうではない。
宇宙にはニュートリノのように物質とほとんど相互作用しない粒子が存在する。しかしこれらの粒子は立方体の壁を通り抜けることができる。なぜなら物質とほとんど相互作用しない粒子であっても同じように相互作用するからだ。理論的にはニュートリノを止めることは可能だが、そのためには立方体を1光年の厚さの鉛の壁で囲わなければならない。実際には不可能だ。キューブ内の真空が絶対的なものではないことのさらなる証拠である。原子や光子やニュートリノがなくても立方体は重力場によって占有されたままだからだ。これは宇宙の基本的な性質であり、どんな巨大な物体も無限の範囲を持つ重力の緯度を作る。理論的には100億光年離れた塵のかけらでさえ太陽系に重力の影響を与えるが、実際にはこの影響はより近く、より質量の大きい天体の影響によって覆い隠される。立方体は宇宙のこの基本的な性質から逃れることはできない。さらに進んで、重力は重力子と呼ばれる粒子によって伝達されると主張する理論もある。したがって我々の実験の立方体はこの重力子で埋め尽くされることになる。またこの立方体に存在する粒子重力場が最低レベルであると考えたとしても、真空エネルギーと呼ばれるものは常に残っている。真空エネルギーとは宇宙空間のあらゆる場所に存在する根源的なエネルギーである。物理システムが物質を含まないゼロ点のエネルギーである。場の量子論では真空エネルギーは何もない空間ではなく場の基本的な状態である。さらに驚くべきことに、考慮する体積が小さければ小さいほど真空エネルギーは大きくなる。真空エネルギーは仮想粒子によって説明することができる。仮想粒子は観測できないほど短時間で現れては消滅する。このような仮想粒子は宇宙全体に存在する。真空エネルギーの理論はランダムではない。自然放出、カシミール効果、ラムシフトなどいくつかの現象を説明できるだろう。これらは量子現象であり、今は触れないが宇宙論的なスケールで宇宙の振る舞いに影響を与えるだろう。それでもまだ納得できない。真空は静的ではなく膨張しているのだ。そして膨張しているものが本当に空であるはずがない。絶対的な真空というものは存在しない。しかし空洞や超空洞について語るとき、私たちは何について話しているのでしょうか。私たちが宇宙で観測している広大な空虚の領域は、すべての物質がないわけではない。ブービエ空洞のように巨大な領域に極端に散らばってはいるが、そこには銀河が存在する。スーパーボイドは何もないという意味で空っぽなのではなく、宇宙の他の部分よりもはるかに密度が低いために空っぽなのだ。このような宇宙の空虚な領域は、単位体積あたりの銀河の数が
銀河団よりも少なくとも10倍少ない。したがって宇宙の空洞とは、密度が観測可能な宇宙の平均より10倍低い領域と定義できる。ダークエネルギー仮説によれば、宇宙の空洞は他の部分よりも物質が少ないが、ダークエネルギーという何かを含んでいることになる。物理学者は宇宙のエネルギーの 70% 近くが物質から放射線でもないこの成分によるものだと見積もっている。ダークエネルギーは直接観測されたことがないため、仮説上のエネルギーである。ダークエネルギーの性質はまだ解明されていないが、科学者が行った観測を解釈する必要があり、その第一は宇宙膨張の加速である。例えばダークエネルギーは宇宙定数かもしれないし、それ自体が宇宙論的な天体かもしれない。いずれにせよ、その存在は一般相対性理論によって禁じられているわけではない。しかし天文学者たちは、なぜこのような謎めいたエネルギーが宇宙を覆っていると考えるようになったのだろうか。すべては宇宙が膨張しているという発見から始まった。1920年代、ロシアの物理学者アレクサンドル・フリードマンとベルギーの物理学者ジョルジュ・ルメートルは、アインシュタインの一般相対性理論に基づき宇宙の膨張の理論的基礎を築いた。同じ頃、アメリカの天文学者エドウィン・ハッブルは、銀河間の距離が大きくなればなるほど銀河が互いに遠ざかる速度が速くなることを観測した。この観測から1929年にハッブルの法則が生まれた。ハッブルの法則は、宇宙における銀河の運動ではなく時空そのものの膨張を説明するものである。ビッグバン理論が生まれたのも1920年代半ばのことである。今日この理論は科学界に最も広く受け入れられている宇宙論モデルの基礎となっている。ビッグバン理論とは、ビッグバン理論によれば、宇宙は138億年前に極めて高密度で高温であった。それから数十億年の間に宇宙は進化してきた。宇宙は膨張しているが、重力の引力によって減速している。1998年、研究チームはこのモデルの矛盾を明らかにした。遠方の超新星から届く光が予想よりも弱かったのだ。この不思議な観測を説明するために、研究者たちは宇宙の膨張を60億年近くも加速してきた何らかの真空エネルギーが存在すると仮定した。これが暗黒エネルギーという概念の誕生である。現在までも宇宙が加速している理由を確実に説明することはできない。これがダークエネルギーが仮説のままである理由である。この宇宙の構成要素は重力とは異なり、反発力として働くだろう。ここで2つの仮説が提唱されている。第一の仮説によると、ダークエネルギーの密度は時間とともに一定に保たれる可能性がある。この場合、ダークエネルギーは自然界の基本定数、いわゆる宇宙定数になる。そして
アインシュタインの一般相対性理論の方程式に加えることができる。二つ目の仮説によれば、ダークエネルギーの密度は時間とともに変化する可能性がある。この仮説が確認されれば、アインシュタインの理論はより深く修正されることになる。また、すべての仮説がそうであるように、ダークエネルギーの概念も間違っている可能性がある。私たちは今、私たちを取り囲む大きな空洞のいくつかを発見するために出発しています。ローカルボイドとボレアルスーパーローカルボイドです。ローカルボイドは私たちのローカルグループのすぐ隣にあることからそう呼ばれている。というのも、ローカルボイドは私たちの惑星から7500万光年の距離にあると推定されているからだ。この事実上銀河のない領域は、1987年にリチャード・ブレント・タリーとリック・フィッシャーによって発見された。その大きさは不明だが、研究者たちはこのボイドの幅は少なくとも1億5000万光年、長さは2億3000万光年に達するだろうと考えている。この空洞は蒸気状のフィラメントで区切られた3つの領域に分かれている。これまで見てきたように、ボイドは重力によって宇宙の物質が引き寄せられ集まった結果である。重力は銀河を集団や星団にまとめ、ほとんど銀河のない領域から分離する。我々の天の川銀河はローカルベールとして知られる広くて平らな銀河列の中心に位置している。このフィラメントがローカルボイドを区切っている。宇宙の膨張を表すのにレーズンパンのイメージがよく使われる。レーズンパンがオーブで焼かれているところを想像してほしい。ブリオッシュは宇宙であり、焼き上がるにつれて膨張する。レーズンは銀河であり、パンが膨張するにつれて互いに離れていくが変化はない。このブリオッシュとレーズンのイメージに第三の要素を加えることができる。ブリオッシュが焼けるにつれて、あるいは宇宙が膨張するにつれて、空洞が大きくなるのと同じように気泡も膨張する。科学者たちはローカルボイドが成長しており、ローカルベールがこのボイドの中心から秒速 260km の速度で遠ざかっていると考えている。物質の集中は互いに引き合い、より大きな空洞を作り出し、そこから物質が逃げ出すことができる。実際、空洞が大きければ大きいほど空っぽになる。空虚であればあるほど重力は弱くなる。したがって局所真空の中に孤立した矮小銀河は真空を抜け出し、物質の集中する方へ移動することができる。しかし、この現象は暗黒エネルギーの効果によっても説明できる。数年前、天の川銀河を中心とした相対的な真空が存在するというモデルが提唱された。つまり、私たちも相対的な真空地帯にいるというのだ。ハッブルバブルとして知られるこのモデルは大きな波紋を呼び、一部の研究者たちによって今も擁護されているが、
確認されたことはない。もしこのモデルが真実であれば、現在の宇宙理解のベースとなっている宇宙論モデル全体を見直さなければならなくなる。私たちの宇宙論モデルは、均質性と等方性の原則に基づいています。私たちの宇宙は均質で等方的、つまりどの方向から見ても同じだと考えています。私たちの視点からは、宇宙をありのままに理解することができる。この均質性と等方性の原理は、私たちが宇宙の中で特定の位置を占めていないことを前提としている。これはいわゆるコペルニクス的原理である。古代から主流であった地動説や天動説と対立するものである。地動説によれば、地球は宇宙の中心で動かず、地球の周りの惑星は複雑な軌道を描きながら天動説をたどっていた。地球が太陽の周りを回っていることが発見されると、地動説に代わって天動説が登場した。今度は太陽が宇宙の中心にあり、惑星は円軌道を描いていた。このモデルはコペルニクスによって広まり、ガリレオによって拡大された。ガリレオは惑星が太陽の周りを円ではなく楕円で回っていることを発見した。今では太陽は地球と同じように宇宙の中心ではないことが分かっている。実際、太陽は他の星と同じである。私たちの銀河系が観測可能な宇宙に存在する約2000億の銀河の一つであるように、より現実的なこのモデルが今日主流となっている。しかし、このモデルでは疑問が生じ、宇宙の加速膨張、つまりダークエネルギーの存在を考えざるを得なくなる。そのため、この基本的な仮定に疑問を呈する物理学者もいる。もし私たちが宇宙の他の領域よりも銀河の密度がわずかに低い領域、言い換えれば相対的な真空の領域にいるとしたらどうだろう。この仮説は加速度的な膨張という私たちの認識を説明するものであり、この動きを説明するために何らかの新しいエネルギーを持ち出す必要もない。これがハッブルバブルである。もし地球が相対的な真空の中心にあるとすれば、局所的なベールが局所的な真空から孤立した矮小銀河を引き寄せるのと同じように、真空の中心点から遠ざかる物質を引き寄せる高密度の物質がこの真空の周囲に存在することになる。言い換えれば、私たちの周りの星々は宇宙の膨張速度よりもはるかに速く地球から引き離されており、宇宙の膨張が加速していることを説明している。ハッブルバブルはハッブル定数の測定に使われる2つの方法が同じような、あるいは整合性のある結果を示さない理由も説明する。ハッブル定数は宇宙の膨張速度の尺度である。より正確には、宇宙における銀河の距離と光体の速度の比である。コペルニクス的原理が真実であれば、この速度は一定である。宇宙のどこで測定しても、
同じ値が得られるはずである。しかしそうではない。ハッブル定数の測定に使われる最初の方法は宇宙マイクロ波背景を基準としており、2番目の方法は銀河の中に散発的に現れ、その明るさで簡単に観測できる超新星を基準としている。しかしこの2つの方法で得られたデータはかなり異なっている。つまり宇宙は326万光年ごとに毎秒 67.4km 速く膨張していることになる。つまり宇宙は326万光年ごとに秒速 67.4km で膨張していることになる。私たちの宇宙を理解するために解決すべき謎がまた一つ増えた。ハッブルバブル仮説はダークエネルギー仮説と同様、まだ証明されていないが、いずれにせよ我々が宇宙の最も密度の低い領域の一つで進化していることは事実である。もし宇宙の他の部分の平均よりも物質の存在量が著しく少ない空間の容積を空洞と捉えるなら、私たちの惑星は平均の7倍も大きな空洞の中にあることになる。空洞は20億年近くも広がり、私たちの銀河系と私たちの周りにある何千もの他の銀河系を包含している。これは KBC 真空と呼ばれている。天文学者のライアン・キーナン、エイミー・バーガー、レイノックス・コーウィーは2013年にこの超真空を研究して名付けた。この空洞、より正確には密度不足帯は20億光年の大きさの球体の形をしている。この空白に近い領域には天の川銀河だけでなく、ローカルグループやラニアケアの大部分も含まれている。私たちはというと、ボイドの中心からほんの数億光年しか離れていない。 KBC ボイドはブービエボイドやローカルボイドよりは少ないかもしれないが、それでも宇宙の平均と比べると非常にまばらである。私たちがいる空の領域が真空であるとは考えにくい。結局のところ、 KBC ボイドには天の川銀河と私たちの銀河を含む60以上の銀河が直径1000万光年にわたって広がるローカルグループがある。局部銀河団は最も印象的な銀河団ではないかもしれないが、天の川銀河の他に少なくとももう一つ、アンドロメダ銀河 M31 という巨大銀河を含んでいる。天の川銀河と同じく渦巻き銀河である。我々の銀河系よりもさらに巨大で、直径は22万光年、1000億個の星を含んでいるため、星雲と間違われることもある。この2つの銀河は孤立しているわけではなく、約250万光年離れている。実際45億年後には衝突するほど近い。我々の銀河系とアンドロメダ銀河は時速40万キロ以上で接近している。 KBC 空域には1300から2000の銀河からなる巨大な銀河団、乙女座銀河団もある。乙女座銀河団は
KBC 空域にある乙女座超銀河団に比べれば大海の一滴に過ぎない。乙女座超銀河団、あるいは局部超銀河団は、その中心にある乙女座銀河団と局部群を包含している。まだまだ続く。 KBC ボイドは乙女座超銀河団だけでなく、海蛇座、ケンタウルス座超銀河団やインドクジャク座超銀河団を含む、まさに銀河系大陸であるラニアケアの大部分を含んでいる。つまりあなたにとって空洞ではないかもしれないが、科学者にとってはこの領域は相対的に空洞と言えるのである。このニアバキュームゾーンの発見は多くの議論の的となっている。問題はその存在が現在の宇宙論モデル、コンコーダンスモデル、またはラムダ CDM としても知られている標準ビッグバンモデルと矛盾しないかどうかである。 CDM とはコールドダークマターの略である。このモデルは観測可能な宇宙の性質を説明できる最も単純なモデルであるため、最も広く受け入れられている。言い換えれば、宇宙マイクロ波背景放射の存在と構造だけでなく、銀河分布の大規模構造、宇宙膨張と加速を簡単に説明できる唯一のモデルである。また水素、ヘリウム、リチウムなど宇宙における核子や軽元素の存在量を説明する最も単純なモデルでもある。このモデルは一般相対性理論が重力を正しく記述していると仮定している。このモデルは科学界が宇宙のエネルギー密度の構成に関するコンセンサスを見出すのに苦労していた90年代後半に登場した。科学者の中にはこのモデルで説明されるような KBC 真空は宇宙には存在しえないと考える者もいる。しかしどんなに巨大であっても、そのような超真空はこのモデルと完全に一致すると考える者もいる。議論はまだ続いている。具体的に言えば、宇宙の平均をはるかに下回る密度を持つゾーンの中心にいることを知ることは、私たちにとってどんな違いがあるのだろうか。科学者にとっては大きな意味がある。例えばハッブル定数が高い理由を説明できるかもしれないからだ。我々にとっては夜空が宇宙の別の場所にある他の惑星よりも若干暗いという事実を除けばあまり関係ない。スーパーボイドの探索を続けよう。リチャード・ブレント・タリーと彼のチームは局所真空を発見しただけでなく、我々の近くにあるもう一つの超真空、ボレアル局所超真空も発見した。この真空は直径3億3900万光年にわたって広がっているため超真空と呼ばれている。この領域では豊かな銀河団は確認されていない。ローカルボレアルスーパーバキュームの中心は天の川銀河から1億9900万光年、乙女座超銀河団とヘラクレス座超銀河団の間、ブービエ座、乙女座、蛇使い座の間に位置している。乙女座調整団とともにヘラクレス座調整団はラニアケアで
最も重要な三つの調整団の一つである。その名前から想像がつくかもしれないが、ヘラクレス座にある。この調整団は実際には二つの銀河超銀河団が連結してできている。大きい方の銀河団には A2147、A2159、A2152 などの豊富な銀河団と何百もの小さな銀河団が含まれている。二つ目の超銀河団は A2197 と A2199 という二つの銀河団に支配されている。乙女座超銀河団とともに、このヘルクレス超銀河団は北方極部超真空の境界を定めている。さて、少し下がってエリダンボイドを探検しよう。この超真空はおそらく知られている中で最大のものです。南半球のエリダヌス座に位置するこの超真空は2015年4月21日にハワイ大学マノア校の研究者によって確認された。研究を率いたイシュトヴァン・サプディ研究員によると、人類が確認した中で最大の構造物だという。この巨大な空洞の直径は18億光年となっている。ローカルボイドやボレアルローカルスーパーボイドのようにエリダンボイドは我々からそれほど離れていない。地球からわずか30億光年の距離にあり、あなたには巨大に見えるかもしれないが、宇宙の広大さの中では比較的短い。この超真空はどのようにして発見されたのだろうか。空にある空洞を見つけるのはかなり難しいことはすでに見た。天文学者たちは目に見えないものに注意を向ける前に、まず見えるものに集中する。エリダンボイドはハワイのパンスターズ1望遠鏡のおかげで発見された。すべては2004年ウィルキンソンマイクロ波異邦星探査機が記録したデータによって、科学者たちが異常の存在に気づいたことから始まった。この異変は近隣の温暖な地域とは対照的なコールドスポットである。コールドスポットとは、宇宙の他の部分よりも温度が低い巨大な領域を指す。この発見がなぜ科学界を驚かせたのかを理解するには、宇宙の始まり、有名なビッグバンに戻る必要がある。しばらくの間、若い宇宙は電荷を帯びた粒子のスープであり、光を捉えていた。これは宇宙の暗黒時代として知られている。最初の原子が形成された時、光が放出された。宇宙マイクロ波背景放射はこの暗黒時代の名残である。有名なコールドスポットを除いて、通常はかなり均一である。このコールドスポットを説明するために多くの仮説が提唱されてきた。別の宇宙が発見されたのか、計算ミスなのか、ブラックホールなのか。答えはもっと単純で、実は超真空、エリダンの超真空だったのだ。科学者たちはそこには巨大な空洞があり、それが光のパワーを鈍らせ、熱の循環を遅くしているという仮説を立てた。空洞を通過するとき、光線は徐々に弱まる。そしてそのような超真空の場合、光がそこを通過するのに
何億年もかかる。しかしその後、科学者たちは検出された冷たさを説明できるのは真空だけではないことに気づいた。真空は実際には空ではなく、単に宇宙の他の部分よりも密度が低いだけなのだ。この研究に携わった科学者アンドラーシュ・コバックスによれば、エリダンの超真空は我々の住む宇宙の一部よりも物質が 20% ほど少ないという。つまりこの宇宙には1万個近い銀河が存在しないことになる。このことがエリダンの異常な低温の一因かもしれない。しかしほんの一部である。謎はまだ解明されていない。科学者たちは今この真空がどのようにして形成されたかを解明しようとしている。ここでもまたダークエネルギーが関与しているかもしれない。しかしパラレルユニバース、平行宇宙という仮説もまだ否定されていない。一部の科学者はこのコールドスポットがパラレルワールドの存在を証明するものだと考えている。中には我々の宇宙と同じような宇宙が何十億個も存在するという物議を醸す仮説を支持する者さえいる。そうなるとエリダンの超真空は2つの宇宙が衝突した結果ということになる。宇宙論者、理論物理学者、ノースカロライナ大学チャペルヒル校教授のローラ・メルシーニ・ホートンはパラレルユニバース仮説を支持する科学者の一人である。彼女の見解では、標準的な宇宙論ではこのような巨大な宇宙の穴を説明できない。したがってこの宇宙のコールドスポットはおそらくインフレーションによって分離される前の宇宙間の量子のもつれによって引き起こされた我々の宇宙の端の向こう側にある別の宇宙の痕跡なのだろう。宇宙インフレーション理論とは、ビッグバンの際の宇宙の異常な膨張を説明する理論である。宇宙は非常に急速な膨張期を迎え、ビッグバン後の極めて短い間に少なくとも10の26乗倍に膨張した。その時点で空間は光速よりも早く膨張し、宇宙の大きさは少なくとも90倍になり、素粒子からゴルフボール大へとほぼ瞬時になった。その後他のすべての力がほんの一瞬のうちに形成された。中性子と陽子が形成され、融合して水素とヘリウムの原子核ができた。38万年後、これらの水素とヘリウムの原子核が原子を捕獲して原子を形成し、私たちの宇宙の基礎が築かれた。この宇宙インフレーション理論によって私たちの宇宙と並行して他の宇宙が存在する可能性は十分にあると確信する研究者もいる。マサチューセッツ州タフツ大学の理論物理学者アレクサンダー・ビレンキンは、宇宙のインフレーションはどこでも同じ時に終わったわけではない。つまり138億年前に地球から検出できるものすべてでインフレーションは終わったが、他の場所でも続いているというのだ。宇宙のインフレーションがある場所で終わると新しいバブル宇宙が形成され、それが繰り返される。多元宇宙論は科学界で最も議論の多い理論の一つかもしれないが、
今日多くの科学理論によって支持されている。おそらく超真空の謎を研究することで今後数十年のうちにもっと多くのことが解明されるだろう。宇宙のスーパーボイドの探索を続けよう。ローカルボイド、ブービエボイド、エリダンボイドに比べるとあまり知られていませんが、ジャイアントボイドは両肩座にあります。両肩座スーパーボイド、または ARLP36 とも呼ばれている。エリダンボイドに次いで現在確認されている中で2番目に大きく、北半球最大のボイドである。直径は10億から13億光年。ボイドの中心は15億光年の彼方にある。この超真空は1988年に発見された。球状の領域に17の銀河団が集中している。これらの銀河団は互いに相互作用しておらず、銀河団の密度が非常に低いことを示している。宇宙真空の性質を理解することは現代科学の課題の一つである。なぜなら逆説的に見えるかもしれないが、真空の研究は我々の宇宙とその歴史に関する豊富な情報を提供してくれるからである。これらの超巨大空洞の起源は遠い時代にあるため、空洞の研究はまず我々の宇宙形成とその進化を支配してきたルールを理解するのに役立つ。原初の宇宙では小さな不規則性、密度の小さな変動が形成され、それが増幅されて今日私たちが知っている巨大な相対的真空地帯となったようだ。空洞を研究することで銀河を形成した密度の高いゾーンや巨大な空洞を生み出した密度の低いゾーンがどのように形成されたかを理解することができる。空洞を研究することは宇宙の巨大な構造がどのように形成されたかを理解する助けにもなる。銀河が銀河団やフィラメントに集まり、今日観測可能な宇宙のダイナミックな地図上に見られるような宇宙の網を形成しているのは空隙があるからなのだろうか。あるいは一般に信じられているのとは逆に、ボイドの銀河が星団、超星団、そして物質のフィラメントへと構造化された結果なのだろうか。しかし何よりもボイドの研究は宇宙の膨張の背後にある有名なダークエネルギーについて我々に欠けている情報を提供してくれるかもしれない。ダークエネルギーがあればアインシュタインの一般相対性理論の法則を修正することなく、宇宙の膨張が約70億年間も加速している理由を説明できるだろう。しかしダークエネルギーの存在は仮説に過ぎず、科学者たちはダークエネルギーの存在を証明する証拠を探している。スーパーボイドは一般相対性理論に代わる暗黒エネルギーと中性重力のモデルをテストするための理想的な実験室である。宇宙の体積の 90% を占める宇宙空洞は物質をほとんど含んでおらず、主に暗黒エネルギーで構成されている可能性がある。理論的には
この謎のエネルギーが存在する証拠を見つけようとするならば、これらは最初に観測されるべき要素である。宇宙の空洞を研究することは、科学者の宇宙の膨張の進化を測定する良い方法でもある。空洞の見かけ上の広がりと深さ方向の広がりを比較するとしよう。前者は底を区切る銀河が遠ざかってゆく速度によって与えられ、後者はそれらの銀河間の上空での距離によって与えられる。宇宙が均質で東方的であるという宇宙論的原則によれば、宇宙の空隙はボールに似ているはずである。この2つの広がりは平均して等しい。この性質を利用すれば、宇宙の空隙を区切る銀河から光が放たれた瞬間の膨張速度を測定することができ、当時の宇宙の中身を知ることができる。ボイドは宇宙の膨張を測定できる構造の一つだが、他にも原子プラズマの音響振動など、スーパーボイドよりもさらに巨大な構造がある。ボイドは玉の形をしているが、これは平均的なものに過ぎない。実際には個々の形は様々で、非常に複雑なものでさえある。そのためボイドを特定するのは非常に難しい。2007年、この原理に基づいたアルゴリズムが発表された。いわば宇宙をより深く理解するためのデータベースである。銀河の空間分布に小さな歪みがあっても、空洞を特定することができる。科学者たちはまたバイドと呼ばれる解析チェーンを構築し、スローンスカイサーベイから宇宙空洞のオープンデータベースを構築することを可能にした。科学者たちは銀河や銀河団だけでなく、ボイドもマッピングすることの重要性に気づいたのです。今日、技術の進歩によって収集されたデータをより詳細に分析することができるようになった。銀河サーベイはますます包括的なものとなり、私たちはより多くのボイドを検出し、銀河サーベイだけで可能な限り忠実に宇宙の網を再構築できるようになった。こうして少しずつスーパーボイドの秘密が明らかになり始めている。ミュンヘン大学の研究者ニコハマウスによる最近の研究では、空洞内の銀河の速度が調査された。銀河の速度はそう簡単には測定できないので、それ自体が挑戦である。さまざまな要素を平均化しなければならない。一つは宇宙の膨張に伴う速度で、赤方変異と呼ばれるもので、これにより銀河は天の川銀河から遠ざかる。もう一つは真空中の銀河自身の速度である。そして真空に接する高密度の物質領域が及ぼす引力がある。ニコハマウスと彼の研究チームは、この測定によって宇宙における物質の平均密度と大きな構造の成長率を推定することができた。ボスプログラムを拡張したイーボスプログラムとユークリッド観測によって、5000万個の銀河を含む100億個以上の天体を観測することが可能になる。このようなカタログがあれば、新しいスーパーボイドを発見し、その謎を解明し続けることができるのは間違いない。
要するに真空の研究は我々の宇宙とその秘密について多くの新しい洞察を与えてくれる。空洞研究の次のステップは我々からさらに遠い空洞を特定することである。空の遠い領域を観測すればするほど宇宙は若くなる。遠方のボイドを観察することでダークエネルギーのダイナミクス、その進化、宇宙の歴史における役割を理解することができる。そして何よりも仮説を検証し、モデルを検証し、宇宙を理解する探求を前進させることができる。